ヤッホー沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、前回エテーネの島にやってきまして、お兄ちゃんの情報なども得られてすごく嬉しかったですね。さて、この美しいナルビアの街、はい、ここにねビーチがだーって広がってるんですが、こっから浜辺ですね、スレア海岸っていう方に抜けていけば一生さんがいらっしゃる。一生さんってね、あの夏お兄ちゃんのなんか記憶を映像にしたみたいなやつ、あん中に出てきた人なんですよね。同一人物かどうかわかんないですけど、行ってみましょう。わー、美しい。何ここ、素敵な場所。もう一瞬で心奪われたんですけど、さて進んでいきましょう。わあ、すごいね、すごいね、綺麗ですね。ほんでどこに行くんです？あ、一生の家って書いてますね。あっこに向かえばいいんですね。行きましょう。よいしょ。ゆう。あー、近くに来ても綺麗やったわ、むっちゃ。うわー、あの木気になりますね。真ん中に一本だけ生えてるんですけど、美しいね、ここは。こら、観光名所言うのもわかりますね。あ、すごい立派なお屋敷。小屋っていうか、ねえ、豪邸って感じなんですけど、どっちかというと、なかなか大きいお家ですよ、これ。ポストもちゃんとあるし。あ、ポストの中は手紙で溢れてるんやって。溢れそうだ。ってことは、この中に一生さんがいて、で、ポストの様子を見てない感じ。あ、完全にあのお兄ちゃんが、ね、お世話になった一生さんですよね。なんだてめえ、ここいらじゃ見ねえ顔だな。こんなところまで来やがるなんて。さてはてめえ、あの借金取りの仲間だな。代替わりしても俺にはわかるぜ。いえ、借金取りではないし。何があったんでしょうね、ほんまに。お兄ちゃん借金取り。うん、わかんないですけど。だが、何度あいつの居所を聞きに来ても無駄だ。夏はもうずっとここには来ちゃいねえし、連絡も取り合ってねえんだからよ。夏お兄ちゃんのこと教えてくれませんかね。はい、ほら、顔似てるでしょ、ほら。なんだ、とぼけた顔しやがって。お前、あの借金取りの仲間じゃねえのか。違います、違います。これ仲間じゃねえのか、はい、いいえ、どっちや。日本語難しいな。仲間じゃないです、いいえ。お前、そうか、借金取りじゃなかったのか。言われてみればそれっぽくない顔だな。でしょ、でしょ。バニースーツの借金取りとかいたらちょっと怖いですよ。で、こんなところまで何しに来やがった。お前一体何者だ。はい、一生懸命説明しましょうね。おう、沙織というのか。ん、沙織、どこで聞いた名前だな。夏お兄ちゃんも私のことをなんかお話ししてくれてたのかな。とにかく用もないのに人の家に上がり込むんじゃねえ。わかったな。怒られちゃったよ。どうしよう。ちょっとお話ししたいんですけど、一生さん。ダメだ。聞く耳持ってくんない。あ、沙織ってどっかで聞いたような名前だな。お前もしかして夏の身内か。そうなんです、そうなんですよ。ほう、やっぱりそうだったか。俺はな、あいつの身内が来んのをずっと待ってたんだ。あ、待ってくれてたんや。俺は一生、雪倒れ、帰る場所のねえ夏を、好意で家に住まわせてやり、面倒を見てやっていた元錬金術師だ。その説はどうもありがとうございました。箱なんかで錬金してたあいつに錬金釜をくれてやり、一流の錬金術師になれるようにと可愛がって育ててたんだぜ。なのにあいつは一流の錬金術師になった途端、ナルビアの町の俺の家を売り、大事な俺の娘を連れてどっか行きやがった。え、駆け落ちみたいなことしちゃって。お兄ちゃんどうしたんでしょうか。しかも殺し屋みたいな借金取りが夏の居所を聞きにやってきやがる。なあ、恩をあだで返したこのことだろ。あんたが本当に夏の身内なら俺に迷惑料を払いやがれ。そうきましたか。シーザーレインボーが落とす虹色の奇跡でチャラにしてやら、ジャイラ密林なんかにいるらしいぜ。そんなんでいいんですか。
はい、いつものお使いクエストですね。はい、やらせていただきます。兄に代わりましてね、失礼いたしました。私の兄が失礼いたしました。ほんま偉い。でも娘さんを連れてってしまったってどういうことなんやろ。めっちゃ気になるんですけど。うーやるのか面白い。責任感があるのは認めてやるが、虹色の奇跡はめったに手に入らねえ貴重な宝石だぞ。めっちゃドロップ率低い感じなんかな。レアドロップなんかな。嫌なんですけど。まああんたが本当にやり遂げられるか見届けてやるぜ。はい、迷惑料を払いやがれ。いやそうですよね、急に大事な娘さんをね連れてどっか行かれたらたまったもんじゃないですよね、一生さんにしては。何があったやろ、めっちゃ気になるね。一生さん全然変わってないな、お元気そうで何よりです。はい、この宝箱を開けて福引き券でした。そしてありました、第2巻かなこれね、読んでみましょうか。ちょっと長いんですけどね、読んでみましょう。2巻、やったやった。はい、今読みます。はい、さまよえる錬金術師2巻。一生の釜を譲られた夏は、町の冒険者たちの力を借りて珍しい錬金素材を集め腕を磨いた。すごいねお兄ちゃん、めっちゃ修行してる。そしてサザミレ草原の西ポルネア山にある白、灰、黒の3つの祠に挑み、閉ざされていた道を切り開いていった。ほう、祠ってのがあったんですか。はい、これが白。あ、ここなんか見たことあるぞこれ。え、デジャビュ。グローニオウニオウズ、こいつは錬金術師の匂いだな。俺様をこんな祠に閉じ込めやがった錬金術師、許さんぞ。戦ったのはこいつではなかったけれども、はい、お兄ちゃんも戦ったりしてたんやね。あ、僧侶の、お仲間の僧侶の方が昔一緒に旅したって言ってたもんね。白の祠での戦いの末、アームライオンを倒した夏は次に灰の祠へと進んだ。はい、あ、今のシャレじゃないですけど。わざわざ言わんでよかったね、ごめんなさい。うん、ここも来たことあるよね。我はこの世を絶望で満たすために遥か死の世界より訪れし者。せっかく一人の有能な錬金術師からその能力を消し去ったというのに、すぐに新たな錬金術師が現れるとは。あ、能力を消し去ったって、一生さんの能力を消したのはこいつ。貴様もあの錬金術師のように我に錬金術師としての力を捧げよう。そして再び死の絶望を味わうのだ。はい、で結構強そうな魔物と戦ってたんやな夏お兄ちゃん、すごいな。灰の祠のセルゲーナスはアームライオンをも上回る強敵だが、夏は激闘の末これも倒した。すげえ強え、お兄ちゃん強え。はい、黒ですね、これもおそらく見たことがある場所なんでしょう。はい、ゴールドマンじゃないですか。でこの床もきらびやかやった気がするよ、ここは。どうだい、僕のキンキラの体、すっごい錬金術師が作ってくれたんだよ。知ってるよ、君も錬金術師なんだろ。ここまで来た人は本当に久しぶりで、僕とっても嬉しいよ。さあ君の力を見せてほしいな、それが僕のお仕事なんだ。ほら行くよ行くよっていうね、ゴールドマンが床に綺麗に映ってますね。ここの床もピカピカしてたからな。黒の祠の守護者ゴールドマンには差し物夏も苦戦を強いられたが、諦めず戦い抜き勝利をつかんだというね。お仲間もたくさんいましたもんね。3つの祠を守る3体の恐るべき魔物、激しい戦いは錬金術師としても冒険者としても夏を成長させた。へー、最後に金の祠の向こうに待つ者への期待に胸を膨らませ、夏は金の祠の鍵を錬金した。わざわざ鍵を錬金しないと入れない祠なんですね。この金の祠は私は初見だと思います。これきらびやかなお部屋なんでしょうね、さぞね。うわお、と思ったけど、そこまでピカピカキラキラはしてませんでしたね。おお、びくそ、鬼コンボみたいなやつや。おお、ついに我が前に現れたか。セルゲイナスの呪いすら退ける類まれなる錬金術師の才能を持つ者よ。私の名はバルザック。
究極と呼ばれる錬金術。とある秘宝により自身の姿すら作り変えた偉大なる錬金術師だ。元錬金術師なんですかこいつは。私はこれまで多くの錬金術師を喰らい、その知識と技術をこの身に宿してきた。はあ。だが喰らうだけの価値がある力を持った錬金術師はなかなか現れぬ、故に自ら育てることにしたのだ。くくく、この地にある祠はな、未熟な錬金術師に力をつけさせるため私が作り出した巨大な錬金釜だったのさ。何を言ってるんです？そうとも知らず、貴様は錬金術師としての腕を磨き続け、こうして私の前に現れた。こいつが用意した試練やったということか。残念だが、この祠の先に行かせるわけにはいかん。貴様はここで我が錬金術の力の一部となるのだ。セピア色になってしまったよ。ここまでなのかな。金の祠の守護者バルザックとの死闘は永遠に続くかとさえ思われた。夏も何度も死を覚悟した。やがて金の祠に静寂が訪れる。無数の錬金術師の生命と力を奪った魔物バルザックは夏の前に敗れたのだ。お兄ちゃんやったね。夏はバルザックが守っていた最後の扉を開いた。それはまさに夏にとって運命の扉だった。さまよえる錬金術師3巻へ続く。気になるところで終わっちゃった。運命の扉を開いた夏お兄ちゃん、急になんか修行のシーンになってびっくりしたんですけど。むっちゃ頑張ってたんやね。鎌で錬金するだけじゃなくて、なんか祠でも、はい、魔物と戦うことによってもなんか腕が磨けるみたいな、ちょっと仕組みがよく分かんなかったですけれども、お兄ちゃん頑張ってたんやな。なんかジーンときましたわ。あ、ごめんなさいね、なんか家の中でドルボードを乗り回してすいません、なんか照らし続けてすいませんでした。はい、じゃあ身の代金じゃなくて何やったっけ。あ、そうそう、迷惑料ね、迷惑料払わせていただきます。はい、シーザーレインボーね。いやー、ちょっと夜も綺麗なんですけど、ま、正確に言えばまだ夕方なんですけど、やだやだ綺麗ですねこれ。うわー、海の色も綺麗やしさ、なんやろう、なんか木の周りに水晶みたいなのが生えてて、まだ何かしらね意味を持っているんでしょうね。はい、そういうわけでジャイラ密林に向かいましょうか。はい、シーザーレインボーいました。戦ってこう、すぐ落としてくれたらいいんですけどね。あ、よかった、結構あっさり落としていきました。よーし、じゃじゃん、ルーラで飛んできたらさ、さっきの木になってた木のところに飛んできたので、あ、なんなんでしょうこの木、不思議ですね。あ、なんか根っこの石部が石みたいになってるんですよ。不思議、面白い。じゃあ石尾さんとこに戻ります。はい、石尾さん、虹色の奇跡でしたっけ。どうぞどうぞ、手に入りましたので渡しましょう、迷惑料ね。はい、これは本当にやりやがった。赤の他人がわざわざ苦労して虹色の奇跡を手に入れてくるわけがね。あんた本当に夏の身内だったんだな。俺の勘も鈍っちまったもんだ。そういえば確かに夏があんたの話をしていたような気がする。沙織がいつか来るとかなんとか。この虹色の奇跡は約束通りもらっておくが、疑っちまったお詫びにこれをやろう。さあ受け取ってくれ。やっぱりこの人口は悪いけどええおっちゃんですね。はい、ありがとうございます。で、ちょっと夏お兄ちゃんの話聞きたいですよね。借金取りにしつこくされて迷惑したのは事実だが、本当は言うほど怒っちゃいね。家を売られた時も腹は立ったが、あの家は夏が一流の錬金術師になった時に譲ってやったもんだからな。ただ額に入れ墨を入れた借金取り、あいつはマジでヤバくてよ。あんたが本当に夏の身内なのか試してみたんだ。まあそら不安になりますよね。だが居所を知らないってのは本当だ。夏と俺の娘のリリオルは60年ほど前この島を出て海を渡ったんだ。60年。それにしては一生さん、ちょっと元気すぎませんかね。それ以来あいつらとは一度も会ってないし、連絡すら取ってね。今も元気でやってんのかな。
もしあいつらの足取りを追うつもりなら、俺の知ってることを教えてやってもいい。聞く準備ができたら俺に話しかけてくれ。あ、これはすぐに聞きましょう。おう、サフリ、あんたには夏たちの足取りについて知ってることを教えてやるんだったな。そうなんですよ、よろしくお願いします。これまで勝手に家を売られたこととか、黙って出て行かれたことが頭に来てて、ずっと連絡を取ってなかったんだが、俺もいつくたばってもおかしくねえ。み、あんたが来たのも何かの導きだろう。最後にあいつらと連絡つけてえと思うんだ。とは言っても別れたのはもう60年も前だ。手がかりなんてほとんどねえんだが、なんとかあいつらを探してくれねえか。それでもし俺の娘のリリオルに会えたら、渡してやってほしいものがあるんだ。沙織、頼む、一生のお願いだ。まあね、そう言われなくても私もお兄ちゃんにめちゃくちゃ会いたいですからね。必然的に娘のリリオルさんにも会えることになるんでしょうか。はい、受けましょう受けましょう。そうか、やってくれるか。感謝するぞ沙織。じゃあこいつを受け取ってくれ。これをリリオルに渡してくれれば、あいつは俺からの贈り物だと分かってくれるはずだ。はい。さて、でも手がかりが全く何もないんですけど。60年ほど前、リリオルたちは何も言わずに島を出て行ったんだが、俺の旧友フラスコが知らせてくれたんだ。あいつらはグランゼドーラ城下町に住むフラスコを頼って海を渡ったらしい。昔の話だし、今もそこにいるとは思わねえが、グランゼドーラ城下町の民家で聞き込みをすれば、もしかしたら何かわかるかもしれねえ。あんたならあいつらを見つけられるって俺の勘がそう言ってるんだ。沙織、頼んだぜ。はい。まあ、そのね、昔のね、情報を頼りに行かなければいけないですよね。はい。フラスコさんを頼って行ったと。城下町でまあ聞き込みをするしかあるまいね。はい、グランゼドーラ行きます。はい、グランゼドーラです。ここの民家に印がついてますんで入ってみたいと思います。あ、サルマーさん、どうも。一生って人に頼まれて人探しよ。フラスコなら私の祖父ですが、もうとっくの昔に亡くなりましたよ。そうでしたか。リリオルさんとナツさん、そんな名前は聞いたこともありませんな。一体何十年前の話をしているんです。でも、あの話がそうなのかな。60年ほど前、この町でメラゾ熱が流行した時、薬を作ってくれた錬金術師がいたとか。母がそれで命拾いしたんじゃなかったかな。詳しい話が聞きたいなら、ナルビアの町に移住した私の母ダイラを訪ねてください。あ、お母様はナルビアに移住されたと。ナルビアの町はレンダーシアの中心に浮かぶ小さな島にありましてね、リゾート地として当時注目を浴びていた町なんですよ。あ、あっこリゾート地として有名やったんですか。そうですか。いやー、そうですよね、数十年前の話ですもんね。おじい様もまあ亡くなっても全然おかしくない年齢なんでしょう。いや、それにしても一生さん元気やったな。はい、ここはね、もともと夏お兄ちゃんが住んでた家なんですよね。ここにマークがついておりました。そしてここでね、あの夏お兄ちゃんの冒険記みたいなやつ読んだんですよね。ダイラさん、この方ですね。はい、話聞いてみましょう。なんか怒ってますよ。あ、なんだって、何言ってるか全然聞こえないよ。どいつもこいつも声が小さすぎだね。怒られましたけど。あれダイラさん、何も教えてくれなかったんですが、どうしよう。大声で話しかけましょうか、もう一回。あかんな、この人あかんな、どうしようかな。ここにもう一人トマスさんがいらっしゃるので、妻のダイラに聞きたいことがあるのですか。しかし今のダイラは少々困った状態で、しなやかな枝があるといいのですが。唐突にしなやかな枝。もしよかったらしなやかな枝をお持ちいただけませんか。そうしたらきっと妻から話が聞けますよ。なんでやろうか。まあちょっと持ってたと思うので、預けてるかな今。あ、しなやかな枝ありました、持っていけます。 OK。 おー、しなやかな枝をお持ちじゃないですか。ではそれをダイラに渡してやってください。なんで。どういうことなんやろか。はい、渡してみましょう。あー、なんだって。はいはいはい、渡しましょう。これを私にくれるのかい。そういえば前のが壊れてから使ってなかったね。ちょっと失礼するよ。
なんとダイラはしなやかな枝を耳かきとして使った。大丈夫ですか？刺さらなかったですか？大丈夫ですか？あー、すっきりした。耳かきはしなやかな枝でやるのが一番だね。おや、周りの音がよく聞こえる。そんな耳かきぐらいでそんなにクリアに聞こえるもんですかね。いやだよ、私ったら。今まで聞こえにくかったのはずっと耳かきしてなかったからだわ。そんなことある？で、あんたは？へえ、リリオルさんと夏さんの話を聞きたいのかい？懐かしい名前を言うね。あの人たちがグランゼドーラに来たのは私が5歳の時だったよ。メラゾネツが街中に蔓延して大変だった時さ。状況を見たあの2人は見事な連携で材料を集めてね、メラゾネツの薬を錬金して苦しんでいた私たちを救ってくれたんだ。父はリリオルさんのことを知っていたからね、うちに住んでもらって夏さんの植物の研究を手伝ってあげたりしたんだよ。だけど怪しいサングラスの男が現れて、リリオルさんたちは出て行ってしまったんだ。今はどこにいるかなんてわからないよ。ずいぶん前に一度だけ近況を知らせる手紙が送られてきたけど、どこにあったかね。旦那にでも聞いてみてくれないかね。ああ、なんかさ、お兄ちゃんとリリオルさん二人してなんか怪しい何者かに追われてそうな感じしますよね。サングラスの男言ってましたね。はい、で旦那さんがこの方ですよね。夏さんとリリオルさんのことを探してらっしゃるんですね。私も妻から少し聞いています。額に入れ墨を入れたサングラスの男は夏さんの研究の邪魔をし命まで奪おうとしていたとか。でもその件は落ち着いたようでね、だいぶ前にリリオルさんがくれた手紙にはそう書いてありましたよ。綺麗な写真が何枚か入っていたので、気に入った一枚を今でも飾っているんですが、どこの風景かはわからないんです。確かレンダーシアのどこかにある島だと手紙には書いてあった気がするのですが、地名は思い出せませんね。すみません。よければ写真だけでも見ていってください。ベッドの横にある棚の上に飾ってありますよ。お兄ちゃんの写真、お兄ちゃん写ってるかなこれ。見て、目まじをドキドキしてきた。あ、お兄ちゃんは写ってなかったわ。どこかの修道院が写った美しい島の写真が飾られている。はい、レンダーシアのどこかに写真の風景と同じ場所がないか探してみよう。こんなとこ知らんねんけどなんか島みたいな感じ。島って言ってた。ちょっともう一回話聞きますね。あ、やっぱり島って言ってるので、あ、なんかね、飛竜で上から見てた時にちっちゃい島もあったんですよ。このエテーネではないちっちゃい島、内海にねある島があったんですが、そこかな。まだ見たことない場所でしたしね。そうかもしれませんね。冒険ガイドに正解がありました。飛竜に乗ってテーネの島の北西にあるマデ島に行こう。へえ、まだ行ったことない場所でございます。はーい。あれかな。あ、ちょっと待ってもうなんかね、高度がすごい高いんですよね、飛び始めこんな米粒みたいな島ですけど、選択できましたので、はい、降りてみたいと思います。はい、ここは確かにあの写真と見た感じ一緒ですね。このゴツゴツした山が生えていてさ、岩っていうか山っていうか、で修道院っぽい建物、うん、ここで間違いないかと思われます。よし、ここに手がかりが多分残されていると思います。入ってみましょう。孤島の修道院ですって。ちょっとお話を聞いていきましょうか。あ、リリオルって誰のことだい？あたしゃそんな名前じゃないよ。あ、やっぱり結構昔なんかな、あの写真送ってきた時もさ。そうかもしれないね。もうここにはいないかな。生活はつつましいけれど、その分心が豊かになったように思います。ゆったりとした時の中で暮らすうちに、毎日が小さな喜びと多くの感謝で溢れていることに気づけました。すごい素晴らしいお言葉ありがとうございます。さて、手がかり手がかりと。ここはマデ島にある孤島の修道院。世間から離れ、神に祈りを捧げる女たちが静かに暮らす場所ですわ。ですって。女性しかいないってことなのかな。じゃあ夏お兄ちゃんはここに来てないってこと？リリオルさんだけが来たのかな。また本があったけど、さっきちょっと、あ、修道院にいるマザーリオーネと話そうって書いてるんで、
さっきお話から聞いてみようかと思います。本もまた読むね。はい、マザーリオーネさん、届け物をするためリリオルという女性を探してここまでいらっしゃったのですか？そうなんですよ。もしやあなたの名前は沙織というのでは？なんで知ってるんですか？お兄ちゃんのことご存知ですか？やはりそうでしたか。あなたのことはナスから聞いております。リリオルとはシスターになる前の私の名前ですよ。リオルさんですか？そうなんですか？こんなところまでよく来てくださいました。さあその届け物を見せてくれますか？あの人からではないかと思うと気が急いで。これは虹色の奇跡のペンダント。そうですか、これは父からの。私が母とお揃いのペンダントが欲しいと言ったことを覚えていてくれたんですね。ありがとうございます。沙織さん、一生の宝物にすると父に伝えてください。もう二度と父とは連絡を取ることもないと思っていましたが、こうして覚えていてくれるなんて。すっかり切れたと思っていたのに、人の縁というものは不思議なものですね。あなたと夏も同じですよ。あなたが父のところから来たということは、夏とはもう再会を果たし花を受け取った後なのでしょう。いいえ。もしや夏に会っていないのですか？では夏から父に託されたものを受け取っては？なんと受け取ってないと。となると父が夏から託されたことを忘れているのかもしれません。沙織さん、私はこの世界で最も長くあなたの兄と共に過ごしたものです。まさかあなたが夏と会うより早くここに来るとは思いませんでしたが、この機に私たちの半生を聞かせてあげましょう。60年ほど前のこと、一流の錬金術師になったあの人はエテーヌの村の巫女にある花を作ってほしいと頼まれたのです。その花作りは危険を伴うと巫女から忠告されたそうです。あの人は私たちに迷惑をかけぬよう一人島を出ようとした。しかし私はそれを見逃さなかったのです。夏から事情を聞き、その花を作るには並々ならぬ苦労がかかると考えた私は、父が夏に譲ったナルビアの家を売り、当面の生活費と研究資金を作って一緒に島を出たのですよ。思い切ったことをしたものですが、言えば父にも危険が及ぶと思い、何も知らせないまま実行したのです。そして花作りの研究を進めていくと、巫女の予言通り額に入れ墨を入れた男がこちらの命を狙ってくるようになりました。私たちはあの男が現れるたびに各地を転々としながら研究を続けたのですが、相手は実に執念深くて、これ以上私を巻き添えにできないと判断した夏は、私をこの島に避難させて一人で行ってしまったのです。本当は最後まで一緒にいたかった。ですが夏の必死な表情に、私はここに残ると約束するほかありませんでした。それ以来私はここで夏の無事とあの研究が完成し、花があなたの手に渡ることを祈っていました。そんなある日、10年ほど前でしたか、夏から手紙が届いたのです。そこには無事に花が完成したことと、その花に至る鍵を私の父一生に送ったことが書かれていました。夏はあなたを待っているはずです。父のところへ戻ったら、夏から何か預かっていないか聞いてみてくれませんか。そして私が勝手にナルビアの家を売り、詳しい事情を話さずに島を出たことを誤っていたと、どうか父に伝えてください。お兄ちゃんがテンスの花を一生懸命作ってくれてたってことですよね。そんでいつからかなんか怪しい男に身を追われるようになって、命まで奪われるようになってしまって、
ね、共に過ごしていたリリオルさんにも身に危険が及ぶようになったので、この方は、はい、修道院に避難していたんですね。ここに夏お兄ちゃんが天使の花、そしてその鍵となるものが一生さんが持ってると。そうやったんや。じゃあ次回ちょっと一生さんの元に戻ります。あと第3巻も読みましょう。会えるよねきっとね。会えると信じて、はい、さらなる情報を集めていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。